はい、マーシュです。お願いしまーす。って歩きながらやってます。はい、よろしくお願いします。ということで今回はね、まあ今までで私たちがやったことない系統って言ったら、まあ今までいろいろやってきたじゃないですか、うん、ドッキリやったりとか料理やったりとか、はいはい、いろいろやってきたじゃないですか、うん、その中でやったことないなと思ったんが、やっぱ Vlog やったことないな思いまして、はいはい、まあ、今回は、まあ、Vlog 撮っていきたいなと思うんですけど、今日は滋賀県に来ております。こちら琵琶湖。はい、ということで今日は琵琶湖に来たんですけど、琵琶湖来るの私初めてなんよな。そうなん。そう、初めて。ほんまに初めてな。ガチ初めてで、まあこれ荷物見て分かるように今日はね、ボートやります。手漕ぎボートです。そう、手漕ぎボート。ちょ、これな、絵面見て分かると思うねんけどな、ちょ、私の方が荷物多ない。いや、思わん。いやいや、マーシーもっと持ってよ。重さがちゃうから。そっちの方が軽い。これ言うか、ほら。よっしゃ。ちょ、重たい、マジで。頑張って。マーシーもっと注意。受けたら重いけど。それはそれで重いけど。何が重い。こっち行こう。危ない。熱い。マーシー、あれやな。なんか、髪の毛めっちゃいい感じになってるよ。ありがとう。ニューヘアやね、今日からやね。なんかめっちゃあれやん、うん、SDGs のさ、青とキーのさ。誰それ。キーみたい。なんなんそれ。え、SDGs 知らんの。 SDGs は知ってるよ。何や SDGs。 意味分かってるの。分かってるよ。サステナブルディベロップメントゴールズや。エグいやん。知らんの逆に。超えてくるよ。知らんの。持続可能な開発計画みたいな。知らんの。ちゃんとテレビ見てる。 そこまでちゃんと知らんかった。で、なんだっすか、青とキーって。なんだ青とキーっていう、まあ、この辺と載せといて、編集で。多分めっちゃ似てると思うわ。そうなん。キーの方に似てるわ。そうなん。キーの方に、なんか角生えてて、なんか鬼かなんか知らんねんけど。はい、ということで今日たどり着きました。はい、はい、しんど、重っ。ちょ、荷物置いくわ。いや、緩やかやな、もう波が。なあ、なかなか緩やかや。ちょ、荷物置くわ。膨らませていこうか、早速。そうやな。そうやな。今日は機械持ってきたから、膨らます。使うんすよ。これ、電源入れて、今日やばいな。多分これやねんな、こういうやつ。空気入れるみたいな。うん。これってここでいいんかな。はい、して。うるさいな。はい、空気入れて。なんで運転までしてきて、お前。空気入れて。サステナブル。全部出ていくんやけど。これ外側や。それ外。なんか、あ、外が一番必要やね。外多めで、まあ最悪なくても別にいいんじゃ、空気。え、エグいて。誰が乗んねんすか。まあけど一人ずつ乗っていきたいけどな。そうやな、一人ずつ乗っていこう。動画撮らなあかんしな。そうそう。お前絶対先乗れよ。マーシー、うん、まあレイちゃま、最後俺。オッケー。なんでやねん、じゃんけんで決めよう。はい、できました。マジでこんな時間かかると思ってないやん。いや、マジこれ優秀じゃない。これ膨らますの1時間ってやばない。かかってんな。これなかったら死ぬで。絶対口では無理やったな、これ。え、これとりあえず順番決めなあかんな。そうやな、順番決めよう。決めな、うん、じゃんけん乗る順番やな。いいよ、絶対グー出せよ。俺グー出すで、ね、うん、私絶対パー出す。負けるやんけ、俺。ほんなさっき、じゃあほなそこの2人でやって。俺だって結局カメラしてるから。あ、めっちゃセコいね。絶対グー出すな、うん。じゃんけんぽん、イエーイ。心理戦の意味なし。早速じゃあやっていく。乗っていこうか。ちょっと暑いわ。やろうか。暑い。あ、脱いだら一番。けど一応乗るんやったらあれやで、貴重品。そう、貴重品とか。一応取っとじゃあいいんちゃう。はいはい。まあ携帯、マスク、車のキーはやる。お入れとくわ。ああ、絵面的にちょっと恥ずかしいから、あっちの方で着替えてる。なんでやねん、あれが恥ずかしい。いいって、あっちで着替えてる。なんでやねん。なんか探そうか、逆に。はい、あいつは何も知らんねんけど、まあ今日本当にボートを用意した理由と言いますのは、マーシーを琵琶湖に捨ててきたっていう企画やります。そうやな、はい、で、その棒あるから、そこの棒使おう。棒で、うん、それ行こう。暑すぎ。やばいな。いや、これ時計とかも外しといた方がいいんじゃん。濡れたらやばい。お前濡れたらそれややこしい。ほなちょっとこうつけといてやん。わざわざそのせんで。なんで防水なんやろ。防水やい。自分のこと信じろって。あ、葉っぱやってる。近くやから、うん、まあそこら辺から発信するような感じでな。はい、これマーシー乗ってもつぶれんじゃん。え、どこまで行こう。いや、じゃあそこそこそこ、浮くだけって感じ。そう、浮くだけ浮くだけ。
Vlog ってそんな楽なの？そうそうそう。いやまあまあ一応な。そうなんや。うん。あ、じゃあこれカメラ持ってカメラ。やばいでやばいで。行ってくれ。OK、はい。で、まだ行ける？あ、行ける。めっちゃ怖いねんけどな。いや、ここ置いた方がいいよ。ここ置いたらええねん。乗ってええねんな、もう。乗って行け。行け行け行け。行ける？いけるこれ。いけるってマジで。スベンちゃん大丈夫？どう？あ、なんか気持ち。浮いてる？いけるかな？浮いてる？おお、いけてる。おお、いけてる。すごい。ボボ。どう？え、ちょっと気持ち。おお、どうしてる？やばい。ちょっと待って。ちょっと待って。盛り上げて。帰ろ。ありがとうな。帰ってきました。日本一周に行きました。そうやな。あの多分ワンピース探しに行ったからな。暑いわ。もうなんせ。暑いな。マジでほんまに取る季節でもマーシーにとっては良かったんじゃ。そうそう。別に待ってられへんけど。正味。暑い。まあ多分あのまま家帰ったよマーシーも。多分琵琶湖一周して大阪湾に出て、うん、大阪の自宅に帰ってきたよ。ああなるほどね。はい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 。なんか来た。エグいって。なんか来た。どうやって戻ってきたの？やりすぎやって。どうやって戻ってきたの？いやもう手や。手こぎや手こぎ。お前エグいでほんま。めっちゃ流されたからな。じゃあうちはお前隣で釣りしとった人お前。俺の方にこうやって大丈夫ですかって。そう投げて。なんか申し訳ない思って。釣ってもらった。釣ってもらったわ。ほんまにあかんで子供用のことやからなこれお前。そもそも知らんかったそこまで。訴えられろ。知らんかった。何かのどっかに。語彙力なくなって思ってるやん。何か。お前エゴだマジで。まあ、捕まらんかっただけマシやなまだ。そういうことちゃうね。え？マジで。え、でもあのままなんか帰ってくれると思ってたけど。もうこのままじゃあだからボートに乗って帰ったらいい。帰れるか。お前琵琶湖やぞこれ。オール渡そか。どこ行っても一周するしかない。オール渡そか。出られへんねんオールやったとしても。これネタでするもんじゃないよ。まあ、あの良い子のみんなは絶対真似すんだよ。ごめんごめん。なんでやの。まずお前画角かぶっとんねん。